G.W. ベイリーはアメリカ合衆国の俳優、テキサス州出身。1944年にテキサス州で生まれる。大学中退後に地元の舞台関連の会社で働き、1970年代になるとカリフォルニア州へ移り、テレビの脇役として活躍し始める。その後の1979年、若き日のチャックノリスの主演映画で映画デビューを果たす。 その後も活動を続けて、日本ではポリスアカデミーでの嫌味な共感のハリス警部役で知られており、その後のポリスアカデミーシリーズには第2作目と第3作目を除いたすべての作品に出演、コミカルな演技を披露している。1987年には川島徹監督のハワイを舞台にした日本映画のハワイアンドリームにも出演しており、時藤サブロやジョニー・大倉。 桃井香里などと共演した。近年では主にテレビドラマへの出演が多く、キーラ・セジウィックがゴールデングローブ賞において主演女優賞を受賞した人気ドラマ、クローザー、メジャークライムズ重大犯罪家では警部法ユーモラスに演じている。1993年にはテキサス工科大学へ戻っており、1994年に卒業している。 現在は二人の父親でもある。支援団体であるサンシャインキッズ財団においては事務局長を務めており毎年何百人もの若年のがん患者に対して様々な活動を熱心に行っている。ありがとうございます。